西宮渓村カーブとカーブのど真ん中でエビ巻き釣りの方が3人、深瀬の方が2人です。エビ巻き釣りで1回目のあたりが出たところです。今からだと思います。7時50分、1つ目カーブのテトラのところで深瀬釣りの方お2人と、ちょい投げ探り釣りの方がお一人です。これからです、これからです。4、5回当たりました。2、3回。いやー、それでもね、かじられてました。もう口先で触ってる感じですね。なんとか食ってくれたらね。入り口付近、サビキ釣りの方が4人いらしています。何か回ればいいですね。久しぶりにいい天気ですね。7時半過ぎ。うん、当たりは1回。いや、何回か。そのまり見してもらっていいですか。見してもらっても、ありがとうございます。うわ、立派なチノです。40センチ前後です。7時半の試合で、メバル16、7センチの1匹釣っておられます。よかった。ここが西宮浜石畳の南の端っこ、穴場です。エビ巻き釣りです。チヌは三広で、竿2本ぐらい先、メバルは、竿1本半でもうちょっと浅いとのことです。今その近めのラインで、当たりがもう一回出たとのことです。それはシラサエビが即死してたらしいんで、羽かもしれませんね。期待できます。南芦屋浜の、水道川、9時です。当たりが今やっと出ましたよとおっしゃるエビ巻き釣りのベテランさんいらっしゃいます。これからです。西側はルアーの方がお一人のみ、風はないんでコンディションはいいですよ。うわ、2つやからな。40手前35。これ40、あ、45ありますか。おー、45と、これでも40ないですか。なあ、37、8。7時半、7か7半かぐらいに。でもそこは当たりがだいぶあったってことだよね。生後が2つ来て、チヌが2つ来て、なるほど。棚は結構手前ですね。手前ですか。2つ半とか、でそこですよね、手前やったらね。あ、了解です。 ありがとうございます。助かります。よかった、魚があってもう東側に9時過ぎに巡回しました。湾岸線の下で見ていただいた通り、チヌ2匹の方エビ巻き釣りです。その前に生後が2匹来てますんで、あたりは結構、7時半前後試合がありましたとのこと。その近くでも、中型のチヌの方もいらっしゃいます。エビ巻き釣りが今のところ強いです。深瀬釣りの方数名来られてますんで、これからの時間帯に来たいです。風もなく気温も高めで今日釣っときましょう。